どうもお疲れ様です。速家塾の久保です。今回はですね、在宅でできる仕事の、まあ、従業員さんを募集しております。え結構ね、自由度の効く仕事なので、まあ、どしどしとお問い合わせいただきたいと思います。まあ、もしくはね、自分はできないけども、この人だったらできそうですよ、みたいな方がいらっしゃいましたら、そういう方をおつなぎしていただいても助かりますんで、ぜひご紹介ください。では、内容をお話しします。 今回の募集内容は2つなんですね。で、どんな仕事についての人を募集したいかってことなんですけども、コンセプトなんですが、外国人向けに日本の和菓子を販売するビジネスがあるんですよ。で、こちらのサイトなり商品なりを、まずはね、紹介したいなと思ってます。つまりは、まあ、お客様をこうね、集客するってことですよね。ですんで、今回は募集を2つの でさせていただきます一つはですね、えー、外国人向けに日本の和菓子を紹介するわけですから、英語での動画編集のできる方はいませんかってことです。これ、声を入れていただいてもいいと思いますし、それからね、字幕を入れていただいてもいいかと思うんですよ。あ、自分だったらちょっとできるかもしれないなっていう方は、ぜひね、お問い合わせいただきたいと思います。二つ目はですね、実際に日本の和菓子を販売する EC サイトっていうのがあります。 えこちらの方のアクセスアップのできる方とか EC サイトの運営とか構築のできる方こういった方を募集したいですねはい外国人向けに日本の和菓子を販売するビジネスなんですけども募集するのは2つの線です動画編集できる方 EC サイトについてその運営ができる方ですよねでアクセスアップをするためのお活動もさせていただきますので、まあ、動画編集できる方っていってもねたくさん依頼が来るう可能性がありますですので継続した 仕事になるとということですね、えー、そして EC サイトの運営はこのビジネスがうまくいってる限りはお任せすることになりますのでこれも継続する仕事になりますですので一発でで終わりってことではないですよもちろんその仕事のクオリティとか責任感とかねこのビジネスに共感してくださるかどうかっていうふうな気持ちの問題も大事ですんで、えー、やっぱりねそういうのも加味して今回依頼していただいた方とお話しいただきたいと思うんですね まとめますと、YouTube で仕事のできる方でしたら、一応話をね、聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。詳細は、直接、私に今回の件を依頼してくださった、これ、即課塾の塾生さんなんですけどね、その方と打ち合わせていただきたいと思います。えー、私がおつなぎします。この久保哲郎が、即課塾の名前をかけておつなぎしますので、まずはメールをください。件名にですね、YouTube で和菓子在宅ワークと書いていただいて、いつものメールアドレスにご一報ください。 えー、まず話を聞いてみて、で、自分の中で温めて、そして、あの、自分のね、メディアなり、自分の口コミで、こんな仕事できる方いませんかってことで募集していただいても、本当助かりますんで、何がしかのね、お礼もできると思いますから、あその辺も込みで、えー、お話しくだされば幸いでございます。まずはメールをください。それでは、本日は以上です。ありがとうございました。